一昨年来たもん。へえ。ここですか。で、ここで伊勢の占いの手相の人。そうなんや。で、そう、おらへんかな。自分で教えてください。うっす、ショーでーす。今日はな、大阪のな、天神まず来てんねんな。でな、今からな。それめっちゃおもろいな。向こうの方行こうや。レディゴレディゴ。じゃあちょっと今から占い師さんを探しに行っていきます。占い師、ほら、あのおっちゃん、ほんとうまいや。昔昔あの伊勢祭りで毎年手相を占ってもらってた占い師さんを発見しました。新田みかんさんです。プレッシャーもらえた。そうだそうだそうだ、似てるけど違うもん。俺めちゃめちゃ大嘘つきの層があるわ。大嘘つきの層がある。このこれ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 があそこに書いてある大嘘つきの層。ということで俺は俺はね、なんかもう大嘘つきです。俺先行こうかな。先行くわ。ありがとう。運とか健康とか仕事とか恋愛で、僕ね、昔伊勢で伊勢祭り、そうですよね、女性の方と一緒に行ってて、僕伊勢で占ってもらったことがある。ああ、そうですね、ありがとうございます。今運勢としては結構恋愛の動きがいいけど、今年来年再来年でなってお店って、恋愛っていうよりも結婚にもなりやすい時期。今そういう人いないんですか。いないです。なかなかお兄さんね、手の層ね、こういうここに張りがあって、ここも張りがあって、ここも張りがあって、いい層を持ちですね。ただ、縦の線がちょっと弱いので、可能性が下がってくるので、ちょっと、いいものを持ってるんだけど、今一つちょっと上がったので、力強い力ではない。力強い生き方が、うん、思い切りが男らしい生き方がちょっと足りない。なかなかお客さんかっこいい顔してるし、お母さんもすごい良い男なんだけど、男らしさがないハリとここのハリとここのハリがあってここが凹んでるってすごいいいんですよ。あ、いいんですか。うん、あなたはすごい仕事になるのに、もっと金も稼げる。ただこれがないですよ、その方法が動かない。いいもの持ってるけど、出し切ってない。のほほんと息づき。だから仕事してて、なんかあんまり今すぐ結婚したいとか、なんかそういうのは思わないな。何歳ぐらいが一番ベストなの？お客さんにそうだね。確かに今もあるんだ。ああ今、うん、あでも遅い線もありますよ、40歳ぐらいで。確かに男の人ってのは基本的に子供なわけじゃないから、はい、遅くてもいいんですけど、お兄さん的にやっぱり意識薄いんですよね、結婚に対して。はい、だからそれもこの線の影響があるけど、マイペースで、確かに、いろんなことに対して
通証が得られなかったらなかなかこう踏み切り確証が分かるわけで、お客さんの頭脳線っていうのは悪い方に考えやすいところがあるから、考えるけど行動に移すっていう、はいはい、その力は弱い、考えてしまうっていうことで心配したり不安になったりすることが多いと動けないですから、まあなたが言うように確証がないと、まあしっかりこれだけ必ずうまくいくパーセンテージが高くないと動けないです。はい、田さん、田さん。お姉さんぐらいの年齢、田さん。かっこいいだけじゃ全然やってこない。魅力がない。これが見たかった。広い。これじゃん。これが見たかった。カーガン。あなたはもうダメにしてきてるのはない、ほとんどないだから結構ほら、ね、あんまり横線とか多少ちょっとでもそんなないでしょ、はい、線少ないじゃないですか、だからお客さんはねそんなに悪い音声じゃないんですよ、ただ勢いがないだけの話でも指をこれがあなたの音声だと思う、女性も結構あなたに寄ってくる女性もありますし、別に女も悪くないですね、全然悪くない、ただ勢いがない、やっぱりがむしゃらにならないちょっとした失敗とかちょっとしたものが乗り越えられますよ、気合が全部がそうだよ、いろんなこの仕事とか、恋愛とか、全部がそうです。やっぱり基本的に、頭脳線っていうのが、運命線、線の鉄を支配してるんですよ。頭脳線ってメンタルを見ないんですよ。基本運命ってメンタルですよね。心の持ち方と、受け止め方で。それで、まあ、他のいい線とか、悪い線を逆にプラスに変えていけるし。みんな、鉄をはいいんですよ。メンタルだけなんですよ。メンタル。メンタルだけ。手相がいいんですよ、逆にむしろいいですよ、手相も悪くてもメンタルが強いからそこに良くなるんですよ、皆さんは手相がいいんだけどメンタルが弱いですから、もったいないと思います、いいものが大事にしてください、わかりました、で、払ったことなので、はい、頑張ります、ありがとうございます、なんか手相はすごくいいけど、うん、のほほんと行き過ぎだともっといっぱい失敗をしろと、なるほど、というふうにお叱りを受けましたで、まあ最終、うん、気合でなんとかなるどうとでもなると気合でどうとでもなるっていう、うん、言われましたね、なるほど二度と行きません